どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は新しいスキルの検証をやっていきましょう。俺が行く。今日検証するスキルはこれ、万全の集中ですね。一定体力以上で特殊技ゲージの増加量が上昇、スキルレベルが高いほど体力の条件が緩和されるっていうやつですね。どれぐらい増加量があるのでしょう。それではチャージ1を1回入れてどれぐらい溜まるのかを見ていきましょう。まずはですね、スキルなしです。スキル何も入れてません。この状態で、チャージ1、地上チャージ1ですねを入れてから溜まり具合を見てみましょう。つけてるのが、星4、星3、星2、星1ですね。まあ、星1の技がどれぐらい溜まるのか、これがちょっと見やすいかなと思います。バツなので一番下のとこですね。ではチャージ1入れてみましょう。これで船に照らしていきます。入った、入ったね。これぐらいです。チャージ1一発でこれぐらいゲージが溜まります。まあまあまあ、単発で入れただけなんでこれぐらいでしょう。それでは、続いてはですね、普通の集中力を入れてます。確か前に検証して 1.5 倍だったと思うんだよね、増加量が。まあ、とりあえず、もう一度どれぐらいなのか見ていきましょう。確かに、ちょっと待って、見え、どこいる、いた。だが、はい、お前は俺には勝てん。これぐらいですね。無駄な悪あがきはやめる。いや、 1.5 倍ないかな、 1.3 倍ぐらいか。まあ、とにかくこれぐらい、集中力を入れると増加してます。はい、では最後に万全の集中を入れてみましょう。それでは万全の集中に行ってみましょう。ちなみに万全の集中ですけども、 HP が 70% 以上で、発動します。 70% を切りましたら、発動が終わりますので、まあ、HP 管理には注意していきましょう。鏡を割られ。それでは最後ですね、万全の集中だけを入れてます。 HP もマックスなので発動しておりますね。ではどれぐらい溜まるんでしょう。船に照らしていきます。ちょっと待てよ、攻撃が食らわないように。お前は俺には勝てん。危ねえ。無駄な悪あがきはやめるんだ。これぐらい。あ、これ結構違うぞ。結構、増加してる気がしますね。まあ、とりあえず、一度編集を入れて、どれぐらい増加してるのかを見てみましょう。それでは編集終わりました。本日の検証結果ですけども、万全の集中はスキルがない状態よりもゲージの増加量が 2.2 倍ぐらい上がるでした。定規でね、ちょっと調べてみたんですけども、 2.1 から 2.2、 それぐらいですね。でも2倍以上増加しますので、いや、これはなかなかの効果だと思います。まあ、ただし HP が 70% 以上っていうところがありますので、何か回復をね入れていくといいと思います。うん、これはね、スキルスロット2つ使うぐらいの、効果はあるんではないでしょうか。まあ、普通の集中力でもいいとは思うんですけどね。でもこっちもなかなか素晴らしいので、スキルに入れるかどうかを検討してみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。